はい、どうもこんばんは、ガクチャンネルのガクです。今日はね、またバイクネタ、これちょっとピント合うかな、静電ボルト、これ自作の分なんですけど、これのね、お話をしたいと思います。これね、前ご紹介してから、なんていうかな、まあ、どっちしろ個別でね、またご紹介していこうと思ったんですけど、視聴者さんからね、これについてちょっと詳しく知りたいというコメントをいただいたので、もう先ね、ご紹介しようかなと思って、撮影をしてます。このね、静電ボルトね、僕はネットで見て知ったんですけど、すごくね、効果があるなと思いました。で、実際ね、そういうのを製品化して、正規でっていうか、作ってるところもあるんです。それはやっぱりこのボルトの素材とかにも多分こだわってすごくね、作られてるやつでも結構値段するんですよ。で、自作でね、こういうなんていうかな、そこまで正規っていうか、本当のちゃんとした製品よりは効果は多分薄いと思うんですけど、こういうのをね、自作で作ってね、なんていうかな、自分のバイクにつけてたりする人もいてたので、それを参考にね、僕も自分でね、ホームセンターでネジとか買ってきて作ってみました。効果はね、僕はすごくありました。すごく体感できました。で、一番ね、最初につけたのがちょうどVストローム全体のオプションの紹介動画を撮った日が一番ね、つけてすぐくらいの走行をしてたので、その時ね、オプションいろいろ紹介した動画を撮った帰りの時にこの感想をね、ちょっと言ってる映像がありますんで、まずそれをね、ご覧いただこうと思います。あとでね、これを実際作ってるところもね、ちょっと撮影をして、見ていただこうかなと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあ最初のね、本当に初見の感想ということで、ご覧ください。どうぞ。はい、どうも。今いろいろ撮影した帰りですけれども、これ走ってるだけなんでね、あんまりわからないと思うんですけど、静電ボルトね、つけてどうかなっていうのでね、ちょっと走って、見てます。ここ撮影に来るまでのところも、本当に静電ボルトつけて初めての、走行だったんで、どうかなって様子を見ながらね、来てたんですけど、本当にね、オカルトチェーンと言われ、チューンと言われてる、部類の内容にはなるとは思うんですけど、しかもなんていうか、もともと売ってるものじゃなくて、僕がボルトを自分でね、溶接をして、溶接って言ってもハンダ溶接ですけどね、でつけて、ステンボルトね、それをつけてやってみたんですけど、部材に関しては、こんな感じ、今ちょっと出しておきましょう。こんな感じです。全部 Amazon で買いました。ステンボルトはね、ホームセンターで仕入れましたけど、上につける王冠みたいな、なんていうの、静電気放電してくれる、ところ、そこはね、Amazon で買いました。で、ステンボルトをね、ホームセンターで買って、それをね、ステン用の、ハンダ、こう液体みたいなのをつけて、で、ヤニなしハンダで、くっつけるような感じのセットがあったんで、それを買ってつけました。うまくつきましたよ。そこそこね、頑丈に。さ、強度で言ったら、そら無理やりね、ピンチとかでグリってやれば外れちゃいますけど、だけど普通に、なんていうか、やってる分には、使う分には全然問題ない強度なのかなというふうに思いました。もともとその冠っていうか王冠みたいな部分にそんなに力が加わるものでもないので、ちゃんとね、放電をしてくれたらいいということで。あとは王冠部分とネジの部分ね、テスター当てて、ちゃんと通電してるなと。
いうことは確認は、しましたけど。で、走ってみての感じなんですけど、なんでしょうね、これも本当に微妙な差というか、本当に差があるのかどうかって言われたら、もう一回外して乗ってみないとなんかよくわからないっていう感じもしないでもないんですけど、こうなんていうかな、立ち上がりが良くなってるような感じはしますね。なんかこう、そういう感じです。で、なんかこうエンジン音もどこ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 っていう音が若干なんかちょっと、なんかどこどこ感が大きくなった感じが若干します。まあ、こう気のせいかな、もう本当にわからないけど、でもね、なんていうか、静電気のこの放電のやつが全く意味ないかって言ったら、そんなことはないと思うので、値段もね、そんなに自分で作ればね、そんなに費用かけずにできるんで、まあ、もし興味がある方がいてたらね、一回試してみてもいいんじゃないかなと思います。本当ボルトをね、つけるだけなんで、そんなに手間もないと思います。はい、はい、じゃあね、ちょっと作っていこうと思います。まあ、こんなんがね、完成品ですね。完成品で、僕が作ったのは、これがね、これちょっとあれか、これがね、ちょっと失敗作なんですけど、多分 M4 の20かな。M4 の20、あれですね、インシュレーターバンドかな、ところにつけるやつです。これね、これでね、やるとね、なんていうかな、このネジのこの頭の部分のこの長さがね、ちょっと足りなくてっていうか、足りなくて、このなんか羽みたいな、この王冠みたいな部分がね、なんていうか、バンドのとこの金属にね、なんていうかな、当たってしまって、ちょっと失敗だったんですよ。まあ、なんとかつきましたけど、ちょっと作り直しました。こういうふうに六角のナットね、ちょっとピント合ってんのかな、ナットね、このナットをかましてからまたこれつけるようにね、しました。まあ、普通のこういう風なボルトの上に王冠つけて、これでつけれるところもいっぱいあるんですけど、まあ、このバンドのとこはね、ちょっと無理でした。で、逆に六角のこのナットに、そのまま王冠つけただけのパターンもあります。こんなやつね。で、素材としては、だからそのつけるとこのボルト、一番使ったのはこれじゃないかな。ボルトとしてはステンの六角ナット、ね、六角ナット8ミリかね、8ミリのナット、これが、まあ、8ミリナットですよね。これはあれですね、なんていうかな、チェーンの長さ調整するところの、リアのね、ところにつけて、まあまあ、つけてるところをね、またまとめてね、静止画でもちょっと撮ったんで、それ見てもらったらいいと思うんですけど、チェーンのね、長さ調整のとことかのやつにつけました。ね、で、その他ね、さっき言ってた M4 の20のボルトと、なんかね、いっぱいね、ネジは買ってるんで、実際何使ったのかな。これも結構使いましたね、この長さ。これ何だったかな。まあ、何せね、つけるとこのネジは一回外して長さとか測って、まあ、ホームセンター行ってね、選んでボルト買ってこればいいと思うんですよ。ちょっと出てこないな、全部使っちゃったのかな。変な長さ言っても間違えてたらあれなんで。これ何だったかな、 M8 かな、 M8 だったかな、くらいのやつで、長さがね、多分何本だったかな、あ、これ6かな、 M6 かな、合わせてみたいですね。あ、これ、あ、これや、ごめんなさい、 M6 ですわ、 M6 の20、これ結構使いましたね。これ
これはちょっと長いな。でも M620 多分結構使いました。はい、ということで、あとこれ王冠、これね、王冠なんていうかな、王冠ワッシャーなんか、そんなんで調べたら出てくるんですよ。これ一応概要欄の方にもリンク載せときますけど、これトゲトゲになったね、この先っぽの部分のこの尖ってる部分から、どうやら静電気っていうのは、この尖ってる部分っていうのから出ていくみたいなんですよ。だから何て言うかな、こういう風なナットのやつって多分ね、ホームセンターではね探したんですけど、このちょっとぺちゃんこになったようなやつはあったんですけど、こういうやつはね、ちょっと僕はアマゾンで買いましたけど、アマゾンでしか見つけることができませんでした。ね、実際はこれ多分ナットとかのね、緩み防止に使うやつだと思うんですけど、一応これステンですね、ステン。これをね、買ってちょっとこれつけましょうね。ね、でまあこれをこうつけるわけなんですけど、これが必要です。つけるんだったらやっぱりステンのやつをつけたいと思うんで、これも概要欄に載せてますけど、ステン用のハンダで、一応これにもハンダついてるんですけど、普通多分ね、基板とかで使うやつってこのヤニありハンダ、ヤニが入ってるんですよ、ヤニ入りハンダってね。で、このセットについてるのはヤニなしハンダなんですよ。で、ヤニありハンダだと、この液体みたいなのをこれ使っても、ヤニありハンダだとくっつきませんでした。だからちゃんとヤニなしハンダ使ってあげないと、ダメですね。だからそれをね、ちょっと気をつけてください。まあ、この、さっき紹介したね、概要欄に URL 載せてるやつは、そのセット買えばね、とりあえず、ちょっとの量ですけど、ハンダついてきますから、こんな風にね。これもちょっと使っちゃっても、全然余ってます。で、僕の場合は、こういう風な、この挟むやつ、なんていうかな、これ100均で買ったやつですけど、でこれで、ボルトをこうやって挟み込んどいて、ちょっとね、カメラズームが できないんで、ちょっと僕、俯瞰の、なんていうかな、脚立っていうか、上から撮るやつね、ちょっと持ってないんで、まあ、このままいきます。ちょっと甘いけど、こんな感じで固定しといて、本当はね、ちょっと、ティッシュかなんか挟んどいた方がいいんですけど、熱がね、この下のとこまで行くと溶けちゃうんでね。ちょっともう今めんどくさいからやめときます。で、ここに、この、本当はここをちょっと削ってあげたりするといいんですね。サンドペーパーとかで。この液体をここにチュチュチュッと塗ってあげます。チュチュチュッと塗ってあげて、で、これどうしてたかな。とりあえずね、僕これで、よいしょ。そうそう、とりあえずね、一回つけてしまいたいんで、ここにチューッとちょっと溶かして、こうやって。ちょっとここへ、こうやって、一部分だけね、こうやってハンダを落としといて、それでこうやってね、ちょっととりあえずくっつけてましたね。ちょっと結構雑にやってますよ、雑。これね、ちょっと今素手でやってますけどね、これも、ね、素手じゃね、これ熱がね、熱を伝えて、本体自体を温めとかないとね、なかなかハンダついてくれないんで。いたかな、あ、分かんな、ちょっとね、よいしょ、こういう時はね、ちょっとこっちにも塗っとかないと、熱いな、結構熱がもう入っちゃってますね。ちょっとこっちにも
けるとこだけ。おっとっと。熱い熱い熱い。これついたな、うん、とりあえずねこうやってね一箇所ね一箇所ピッとこうつけたら、僕の場合はこうやってもう置いて、ちょっと遠いな、ちょっとズームで一応やって見えるようにはしたいんですけど、まあこれでここの間のとこにこうやってジューッと液体をまた流し込んで、でこの状態でここをこの周りをね、固めていきます。まあざーっとねこう周りを液体がちゃんと入ってれば結構ねハンダが広がっていってくれるんで、ちょっとこれも失敗だな若干。これを一回ね固まっちゃうとね、ちょっとね場所を移動しようと思うとね結構全体的にこの金属に熱を入れるんで結構熱くしないとね、で下手をするとまたナット全部が取れちゃうんでね、なかなか厳しいものがあるんですけど、ちょっと、まあこんなもんですよ。だからあこうやってやってたのかなよいしょ、よしでいいかな。今まだ熱いですけど、とりあえず土台のナットがこんな感じで、くっつきました。こんな感じね。はい。でこれをまたやっぱりティッシュか何か挟んどかないと、多分ちょっとね、あめっちゃ熱くなるんでちょっとまずいですよね。多分僕あれですね、ちょっと間違えてましたね。あの物によってね作り方は変えたりしながらやってたんですけど、このナットとこいつをくっつけるときは僕多分ナット置いてましたね、地べたにね。ナットの方を置いてやってましたね、さっきと逆でしたね。ナットをこう置いた状態でここへつけてこう置いてくっつけてたんですね、多分ね。ちょっと間違えてました、失敗ね。でこの状態でくっつけた状態からこうやって置いて、でここにこうやってジューッと液体を回して塗っていってね、で王冠をこういうふうにセットして、でこれで、あこれ違う、これヤニアリ反対、間違えたら、これでこうやって塗っていきます。でこ
これもとりあえず一箇所だけ、1箇所だけちゃんとつけれたら、あとはね、あのこれを横に向けて、まあもしやったらもう一回外側からね、こうやってここを塗ってあげて、外側から僕は固めていってましたね。こうやってやってあげると、結構こうこうやって回していくと伸びてくれるんですね、ハンダが。この液体をね、液体をちゃんと塗ってたらピューッとね、ハンダがね馴染んでいくっていうか、あの流れていくというか、そのまあ、ちょっと雑くはなってますけど、こんな感じです。できたのがこんな感じ。ピンと合ってます？こんな感じ。ね、これ六角入れるやつですね。ちょっとピントがうまく合わないけど、ここらで合ってる。ね、こんな感じで、ちょっと今かなり暑いんで、あれですけど。ちょっと雑くなっちゃいましたね。はい。で、何個も作ってたら慣れてきます。だんだんとね、綺麗になってきますから。ただ、あの、もしこれネジ買うんだったら、ちょっと多めに買って、もう失敗することを見越してね、物は買っといた方がいいと思います。まあ、参考までにです。ではでは。はい、どうも、いかがでしたでしょうか。まあ、あの、このボルトね、本当にね、なんていうかな、つけたところはこんな感じです。こんな感じ、前の、まあ、ここは効いてんのかな、前のこうなんていうかな、何もついてないボルト穴があったんですよ。ちょうどライトの下あたりなんですけど、でそこに、2本つけて、であと、インシュレーターバンドのところね、左右で各2本ずつつけて、であとはね、一番後ろの、あれやな、チェーン長さ、調節するところに、これはナットだけね、ナットだけ、2つつけて、あと、あ、そうそう、あとマフラーのね、マフラーエンドのカバーのところの、ボルトも一応、これをつけました。これ長さ多分こんなやつやったと思いますけど。で、それでね、つけて乗ってみたんですけど、まあ、最初ね、まあ、感想、まあ、初見の感想を見ていただいたと思うんですけど、あれからも乗っててね、なんていうかな、次第にね、なんかこう感じが分かってきたっていうか、こう全体的にね、なんていうの、トルクアップしてる感じ、低速からで、エンジンの音がちょっと変わった感じがします。ドドドドドドっていうね、こう音が結構こうなんていうか激しくっていうか、うん、その音を感じるようになりました。だからなんて言ったらいいんかな、僕もぶっちゃけまた話をしますけど、あれですね、 SP 忠夫さんのなんだったかな、パワーボックス、液パイだけね、液パイだけ実は変えたんですよ。また動画、作業してる動画とかも一応撮ったんで、またご紹介はしようと思ってるんですけど、実はね、このボルトつけてから、その SP 忠夫さんのやつをまた別でね、つけたんですけど、その SP 忠夫さんのつけたのこの上がり具合、良くなった具合よりも、これつけた、ノーマルの状態からこれをつけた時の上がり具合の方がね、僕はちょっと強く感じたんですよ。だから、そのくらい良かった。
あのこの逆だから逆に SP 忠雄さんのやつは、3万円くらいしたんかな、3万4万までせんか、くらいの値段ですよね。あのパワーボックスパイプかなんかいうやつね。あのだけどそのつけた時の感動よりもこれをつけて走った時の感動の方がねあったんですよね。だから非常に良かったです。だからこれ本当にネジとか部材だけなんで、そんなにね大した、もし自分で作るんだったらですよ、今みたいにね、そんなにお金はかからないです。で今これ冷めたかな、なんていうかな、この今僕はなんていうかな、このハンダみたいなやつでくっつけてますけど、溶接ができるんだったらそれ溶接をちゃんとした方がいいと思うんですけど、ハンダくらいでつけても十分にそんなこうなんていうかな、常にこの、力が加わるようなところではないので、全然大丈夫ですね。この程度で、で最悪自分で作ってたらまあ あかんかったらねまたやり直せばいいでしょう、ね、だからそんな感じでちょっと一回ね本当にねこれ試してほしい。ブイストだけじゃなくて他のバイクも乗ってる人もね、一回ね試してほしいです。本当に僕はちょっと感動しましたんでね、これはぜひおすすめです。パワーボックスパイプつける前にね、できればつけた後の方が試しつけても多分上がり具合が多分そんなにないのかもわかんないです。僕はだから これつけてパワーボックスでしたからね。だからだけどこれ安いですから、絶対やった方が効果はあると思います。費用対効果がすごくコスパがいいっていうことですね。はい。ということで一応ねザザッとこう作り方っていうか、作り方っていうのもその大したことはしてないですけど、ご紹介でした。騙されたと思ってぜひ一度、試してみてください。でもう作るのがあれだとか、やっぱり元ねちゃんとした素材からこだわって作ったものが欲しいっていうのはもうお金出して買ってもらったらねいいと思うんで、それはね一応それも調べて Amazon リンクは下にまた概要欄貼っとこうとは思いますけど、ちょっとお値段高いんでね、それはもう予算的に、いけそうな人はそっち買ってもらったらね全然いいと思うんで、もしよかったら見てください。はい、そしたら今日はね、こちら自作の静電ボルトのご紹介でした。ではでは。